はい、こんばんは、ユンです。ユンチャンネルです。今日もおすすめの漫画を紹介していきたいと思います。で、今日はね、久々に戦果ありです。で、今日の戦果、一冊目はこちら、ドドン。下道の歌の14巻です。なんか、ビートたけし氏、絶賛、賞賛か。なんか、前もあったよね。モロビットこぞりてだっけ？違うな。モロビトじゃなくて、スミニゴリだ。でもなんか、帯書いてましたね。最近は、あれかい？たけしさんは、漫画評論家になったのかな？うん。はい。で、まあ、どんなお話かっていうと、現代版仕置き人ですね。簡単に言っちゃうと。まあ、法令裁けないような悪人をね、この主人公たちが、まあ、依頼を受けて、裁く。そんなお話。はい。で、お次。じゃじゃん。これはね、今日発売じゃなかったんだけど、久々に新刊買いに本屋さん行って、気になったから買ってみた。なので、内容はよくわかんない。で、そう、タイトル。みなそこにてっていうやつ。で、なんで面白そうかって思ったかというと、作者さんがね、冬虫海子先生。これ、以前紹介した、君のくれるまずい飴と同じ作者さんです。なのでね、ちょっと面白そうだなと思って、これがね、本当おすすめしましたけど、面白かったので、短編集。うん。なのでね、これも買ってみました。ちょっと読むのが楽しみ。積み本が増えるね。うん。いや、頑張って消化してるんだよ、でも。頑張って消化するっていうのもおかしいな。はい。というわけで、今日の戦果以上で、今日おすすめする漫画はこちらになります。ドン！その劣等騎士レベル999です。もうタイトルからして、バカだよね。バカって言っちゃいけんよ。うん。まあ、いわゆるナロー系です。で、なんだろう。無自覚系と、杖系の、いいとこ取り。そんな作品。主人公が、この、ユアンっていう男の子で、このね、二人がね、まあ、じいちゃんばあちゃんなんだけど、見た目は。見た目っていうか、まあ、実際そうなんだけど、こっちのおじいちゃん、まあ、お父さんなんだけどね。お父さんが大賢者で、こっちのお母さんが武神。もう、戦の神。武神ね。うん。戦の神じゃないね。武の神だね。武器の武ね。の武神。そんな二人の子供。で、もう、才能がえぐいです。もう、レベル999。うん。もうカンストしてる。すべてにおいて。で、まあ、どんなお話かっていうと、この二人から生まれた子供、ユアン君なんだけど、ずーっとね、人里さ、離れたね、もうこの三人だけで暮らしてるんですよ。町からずーんごい離れた。で、お父ちゃんお母ちゃんから、いろいろね、指導されるんですけど、まあ、才能がえぐいから、簡単にマスターしちゃうんですよ。でも、この両親の教育方針として、あんまりね、褒めすぎると、慢心して、慢心って油断ね、うん。もう天狗になっちゃって、この子のために良くないっていうので、めちゃくちゃすごいんだよ。めちゃくちゃすごいんだけど、ユアン、こんなのはな、もうお前ぐらいの歳だったらできて当たり前なんだぞ。むしろお前はちょっと遅いぐらいだ。っていう教育方針のもと、ユアン君は育てられます。なのでね、めちゃくちゃ強いんですけど、自分が強いっていうのを、もうさっぱり理解してないです。なんなら弱いと思ってる。だからまあ、無自覚系なんだけど、うん。で、そんなある日、ユアン君はね、ずっと騎士に憧れてて、ナイトね。で、ある日、もう決意して家を飛び出ます。もうお父さんお母さん、二人のもとでね、このままぬくぬくと生きてても僕は強くなれない。だから、頑張って独り立ちして強くなってきますっていう身を残して出てくるんですよ。でも、もう十分強いから、うん。
さてどうしたもんか。で、この両親も、なんだろう、でも両親もちょっとずれてんだよね。もうユアンがめちゃくちゃ強いことは知ってるんだけど、心配の度合いがね、いきなり街でルシファーに会ったらどうしようとかね、そんなわけのわからない心配してるんですよ、この両親。なのでお付け目役としてこっちの銀髪の男の人、コウがこの人がね、魔王なんですよ、実は。でもうこのね、2人に何十年も前にコテンパンにされて、で今は改心して、まあいい人ぶってるんですよ。ぶって、まあいい人なのかな、うん、にこの魔王にちょっとユアンについてって様子を見てやってくれんかって頼まれるんですよ。でまあユアン君が行く先々でいろいろね、チートを全開させて、その後にね遅れてこの魔王が来て、あちゃちゃーみたいな、うん、そんなお話あのね、うん、私あんまりナロー系とか異世界系が好きじゃないんですけど、好きじゃないっていうか、まあうん、そう、あんまり読まないんだけど、これはね割とあのバカバカしくて好きです。というのも杖系が割と好きです。異世界系はあんまり好きじゃないけど、なので漫画を持ってないけどアニメのテンスラーとかも見ましたし、でオーバーロードかもうすごい好きですし、うん、杖系はねなんか好きなんですよ、わかりやすくて。それもまあそれもこれもそんな感じのお話で、早速だけど今日のまとめ、じゃじゃん、無自覚系×杖系イコールギャグもうね、ちょっとねパララッと読んだんですけど、まあ今回紹介するにあたってね、他に特になかったでもうまあ強さが過ぎるっていうのでもう笑うしかない、うん、そんな感じの作品に仕上がってます。でキャラクターもね、まあ割と魅力的な、ユアン君自体もねすごい好青年だし、まあ読んでて害にはならない、うん、そんな感想たまにはね、ちょっとゆるい漫画も紹介したいなと思って、ゆるい漫画っていうのもあれだけど、うん、今日持ってきた次第であります。で、これがね、試し読みがね、結構できました。と言っても、一巻丸々とかじゃなくて、一巻の途中まで、二巻の途中まで、三巻の途中までっていう感じで、途中までなんですけど、割と、たくさんね試し読みができました。でちなみにこれがね今6巻まで出てます。これが出たのがいつだったかな、あ、今年だね。だからまだちょっと新刊は出ないかもだけど、まあ試し読みがねたくさんできるので、よかったらね試し読みしてみてください。でまあ杖系とか異世界系はねやっぱ好き好きあるから、うん、まあ、刺さる人には刺さるかな。読んでて、まあ、爽快な感じが、やっぱり杖系なんでね、あるので、うん、ちょっと箸休め的に読んでみるのもありだと思います。評価低いな。いや、好きなんですよ。うん、好きだから集めてるからね。うん。はい、というわけでね、今日のおすすめ漫画紹介終わります。で、この動画が面白いよって思って、これ毎回言ってるね。毎回言ってて、グー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 って言ってるね。うん。そういうことです。ポチッとよろしければお願いします。あ、で、そう。前回からサムネをね、ちょっと変えてみました。サムネ見て、どの漫画を紹介するっていうのがわからないと、やっぱりちょっと見づらいよ。チャンネル開きにくいよっていうお声をね、うん、結構前からいただいてて、で、まあ自分なりにね、ちょっとあったんですけど、まあでも皆様にね、見てもらいたいのが一番なので、ちょっと変えてみました。なのでね、その辺、あ、こっちの方がいいよとか、前の方が良かったよとかね、もしありましたらね、コメントで、うん、おっしゃっていただければ、励みになりますので、よろしくお願いいたします。はい。というわけでね、ここまでご視聴ありがとうございました。あ、で、もちろんリンクもね、試し読みのリンクも概要欄に貼っとくんで、うん、
はい、途中で喋り出したから何をとしたか忘れちゃったそう、ここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。